シュテファン・クレール・シュテファン・クレールはドイツの音楽教師及びロマン派音楽の作曲家。ライプツヒに生まれ、ライプツヒとドレスデンで音楽を収める。1889年から1902年までカールス・ルーエ音楽院でピアノと音楽理論の教師となり、1902年から亡くなるまでライプツヒで音楽教師を務めた。1921年から1924年まで、 ライプツヒ音楽院院長の座にあった。主要な門弟に、キュンター・ラミニア・ルドルフ・マウアースベルガー、ルドルフ・バーグナーレ・レゲニー、ペーザー、グラム、エドビン・カルステニウス、ステバン・フリス・ティチ、ハイン・リヒ・シュターマー、ヨハネス・バイラウフラがいる。ライプツヒにて没。教育者として、音楽教育概論などの著作を上司したほか、作曲家としては、 約30曲のピアノ曲やバイオリン曲、クラリネット曲を手掛けたが、中でも、弦楽四重奏曲委長長作品18や、クラリネット五重奏曲委長長作品19といった、室内楽曲で名を残している。ありがとうございます。